客席だってばよ。五代目おかげナルト様だ。またナルトか。いたずらばっかりしやがって。今度は自分の顔を描きやがったか。十八当たりだ。まったく、あれでアカデミー卒業したんですって。この葉隠れの忍びも落ちたものだわ。大丈夫なのかしら。だって本当はあの子。ちょっとそれより先は禁句よ。あ、ごめん。うっせんなってばよ。ナルト、ようやく卒業できたというのに何バカなことしてる。だからその最後に卒業記念にと思ってさ。今から巻き全部消してこーい。はい、まったく、これから下人になるってのにお前の今後が心配だよ。心配すんのは今日で最後だってばよ、イルカ先生。見ててくれよ。これから頑張って頑張って、俺は絶対ほかげになってやっから。そんで先代のどのほかげをも超えてやるんだ。ナルト、何言ってんだ。おかげってのはそう簡単になれるものじゃないんだぞ。まあ見てろってイルカ先生。どこからそんな自信が出てくるんだ。おーし、頑張るぞ。火の国は木の葉隠れの里。そこに渦巻きナルトという一人の少年があった。赤子の頃に両親を亡くし、そのうちにはキューブの妖光を封じられた身ではあったが、自身の夢であるほかげの座を目指し日々里を駆け回っていた。時が経ち、アカデミーを卒業したナルトはライバルのウチハサスケ、そして憧れの春のサクラと共に隊長畑カカシがまとめる第7班への所属が決まる。ついに忍びとしての毎日が始まるはずであったが、まずは忍びとしての力量を測るため、カカシはナルトたちをサバイバル演習場へと呼び寄せるのだった。まあ、これはお前たちの力量を測るためのものだ。勝ち負けが問題じゃないよ。足を引っ張るなよ、うつらトンカチ。てめえこそ俺の足引っ張んじゃねえってばよ、サスケ。戦闘開始。Thank you.
先生。カカシを相手に十分な力量とチームワークを見せたナルトたちは正式に第7班として任務活動を開始する。そうしてさまざまな任務に従事し慣れも見え始めた頃、ナルトたちはこれまでのものよりも高ランクである C ランク任務の命を受ける。初めての C ランク任務に受かれるナルト。しかし任務先の波の国で忍び型の七人衆の一人桃地ザブザとひょうとん使い白の襲撃を受けてしまう。初めて目の当たりにする生と死をかけた戦い。格上の白を相手にナルトとサスケは苦戦を強いられるが、油断すなよウスラトンたち。こいつのスピードは尋常じゃない。僕は僕の目的のために君たちには消えてもらいます。負けねえ。負けてたまるか。戦闘開始。やられてたまるか。前線するナルトたち、
均衡は次第に崩れ、ナルトたちは白を押し始めていた。同刻、畑かかしは野持ちザルザと激しい戦いを繰り広げていた。共に数多くの戦場を経験してきた者同士、何者も踏み込めぬほど周囲は緊張に包まれ、両者の意志と技が幾度も交錯していた。一瞬の隙すら許さぬ戦いがそこにあった。そろそろ決着をつけようぜ。なあカカシ、悪いが、ここからは本気で行かせてもらうぞ、ザブさん。戦闘開始。ザブザ、お前じゃ俺をやれないよ。